とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備をちょっと使ってみようと思います。少し前に出ました、笑いほうきですね。グレイブですね。それと同じ能力なんですけども、実際あんまりグレイブって使わないんですよね。一応カスタムしてみましたので、どうだろうか。やってみます。クリティカル追い打ち、リフレッシュ、重力ですね。多分ベストだと思います。それでは、デイリーのカボチャ草原に来ております。遠隔モブが 100% ゾンビに置き換わるんだよね。なので、もう、これに持ってこいだと思う。強打がついてるんで、ゾンビ系には強いんだよな。いやでもあんまりやっぱ火力はないね。まあ火力はないけども、あれだね。槍と同じ使い方で戦う感じになりますね。いいんじゃない？でも打点が結構遠いところにあるので、重力がつくと、だいぶ安全に戦うことができる。ちょっと待って、火力としては、槍の方が上だよ。あ、いや、グレイブの方が上か。グレイブの方が火力は上だ。そうか。まあまあ、リーチの長さは槍の方が上だけどね。あ、これはきつい。これは、なるほど。変なエンチャントが来たら、まあ、ピンチになる感じだけども、まあまあ、いけるでしょ。で、もちろん、旗は全部取ります。やばいね。キャプテンもいないまま、中間地点を越えますね。これ、キャプテン全然いないかもしんない。まあ、でも、最後の方に、3体まとめて出ることもあるので、まあ、一応もう少し期待はしときましょうか。いや、キャプテンいないとぬるい。あ、ようやく、1体いたようやくだわ。よし、ちょっと待って、大連付きだな。よっしゃ、なんか、あ、脅威か。よし、まだいる、いいぞ。もうちょっといてくれ、頼むから。変なの来い。ナイトモード、ナイトモード普通に来てもな。もうちょっとこっちの HP が減るとか、敵の HP が増えるとか、そういう感じが少し欲しいな。おっと、なんか洞窟がある。あ、でもこれキャプ、あ、いる。ナイス。キャプテン2体いるんじゃない？これナイスすぎる。あぶね。よし、OK。キャプテン2体ナイスだよ。OK。ちょっと待って、まず取らせて。よし、オッケー。お、モブ HP120 パー。いい感じのやつが出てきてくれたね。よし、で脅威、ちょっと待って、まず取らせて。オッケー。お、いい感じだね。でももういないかな。もういないっぽいね。先へ進みましょう。もしや終わりか。まあまあ、でもそこそこの、いいエンチャントはついてますね。さあ、それではラスト倒しましょう。意外とグレイブいいよ。おお、なんか改めて使ったけども、これはいい武器だわ。待って、固まらないで。やっぱこうベタ足で使うなら結構、素晴らしい装備だね。まあ、このアーティファクト次第だけどね。アーティファクト次第なんだけども、すごく使いやすい装備だと思う。 OK、 ナイス。まずお前を倒す。硬いね、さすがに。 HP がそんだけ増えれば硬い。パワーポーション取らないとちょっとダメージを与えにくいかな。
よし、おやばやばやばいやべやば次よしよし、パワーポーションがね一向に出なかったんでようやく出てきてくれたか。はい、突っ込みまーす。よし、まずはこいつら倒せば何とでもなる。いいね、 OK。 よし、終わり。いいね。旗は4つか、うん、脅威2と神秘2取りましてクリアです。はい、ということで戻ってきました。今日はねちょっと改めてグレイブを使ってみました。笑い放棄ですね。スキルで強打がついてます、ゾンビ特攻。まあ、それもあってちょっと行きやすかったのかもしれないんだけども、やっぱりねこの攻撃の範囲が広くって打点が高いっていうのはすごくいいですね。重力との相性が良くって、敵をあんまり寄せ付けないので、うん、ベタ足としてはすごく良かったです。まあ、槍もいいけどもグレイブもいいのかなっていう感じですかね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。